その向精神薬っていう意味でいくと、その飲むことによってその脳の変異を起こして考え方だったりその思考パターンだったり変わるっていうドラッグの一種なんですけど、 WHO の基準でいうとね。で最近覚醒剤でバンバン捕まってますよね。何関係あります？覚醒剤で捕まってる人は年中いつもいっぱいいます。はい、あの牧原俊之さん、あの覚醒剤で逮捕されたそうなんですけど、あの基本的にお薬やる人って治るとかやめるとかってないと思った方がいいと思うんですよね。あのすげえ意志力の高い人がたまに完全にやめられる場合もあるんですけど、一回手出しちゃった人ってもう戻れないと思うんですよね。例えばじゃあその僕今アルコールビールを飲みながら喋ってますけど、あのビールもドラッグなんですよ。あの要はその向精神薬っていう意味でいくと、その飲むことによってその脳の変異を起こして考え方だったりその思考パターンだったり変わるっていうドラッグの一種なんですけど、 WHO の基準でいうとね。でじゃあ明日から一切お酒飲んじゃダメですって言って OKOK、 じゃあもう永遠に飲まないわっつって飲まないでいられる人って日本中で少数派だと思うんですよ。っていう感じで、その一回でもそのドラッグって手出しちゃうとやめる不幸が難しいと思うんですよ。でそれがなんか刑事罰があるからとかっていう問題じゃなくて、やめることがそもそも難しいよねっていう問題と、あとその誰も傷つけてないんですよね。あのじゃあアルコールが違法になりましたって言ってビールを飲んだとしても、その誰かを傷つけてるわけじゃないじゃないですか。その他の犯罪って基本的に被害者がいるんですよ。でアルコールを飲むことって被害者いないじゃないですか。っていう感じで、じゃあその覚醒剤をやるって言っても被害者がいないんですよ。なのでそのモラルで言うと、あれ別にこれ悪いことしてないんじゃねっていう言い訳も立ちやすいんですよ。なのでじゃあ手に入りました、じゃあそれそのなんかやっちゃいました、でもう二度と戻れなくなりました、でもうやんないっす、反省しますって刑務所行って、刑務所出てきて、で刑務所出てきた後に例えばそのじゃあその覚醒剤をやった人同士が集まって、今後は覚醒剤やらないようにしようねみたいな会っていうのがあるんですよ。田代正史さんとかが参加してたやつがあるんですけど、でそういうところにまず覚醒剤を売る売人がいます。あの要は覚醒剤ってその一度もやったことがない人に売るより一回でもやったことがある人に売る方が簡単なんですよ。要はその普通の人って覚醒剤なんてやばいから絶対やんねえし、しかも高いしってなるじゃん。でもその覚醒剤やったことがある人ってどれだけそれが自分にとって気持ちいいかを知ってるんで、そのダルクね。なのでそのダルクっていう場所でみんなで覚醒剤良くないよね、これからみんなで治そうよねっていう会に覚醒剤の売人は必ず混じってます。でその田代正史さんが言ってたのが、そのなんかその出所した後にサイン会かなんかがあって、でなんかサインを書いてこうありがとうございますありがとうございますっていう時に、その一人の人がサインくださいって言って、その後に握手を求めてきた時にお気持ちをお察ししますって言って握手したんだけど、その握手した手に覚醒剤と電話番号が入ってたのよ。そのただで覚醒剤が手に入っちゃうのよ。一回覚醒剤やったことがあるって知られてる人は。で、まあ、田代正史さんはその覚醒剤やっちゃうし、でその電話番号をかけて覚醒剤また買っちゃうわけですよ。で、まあ、そういうもんなんで、その覚醒剤をやった人がなんかその治るとかやらなくなるって思ってる方が間違いなんじゃないかなと僕は思うんですけど、鈴木のビールを持ってきます。皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります、そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。